まあこの緊張感のある試合前からのその緊張感がある対戦相手の山本美宇選手と戦えたことが本当にすごく嬉しくて、試合前、試合中、試合後も本当に、対戦できてよかったなっていう、すごい緊張感のある試合で楽しめました。最後チョークで決めたんですけども、試合前に何個か武器がっておっしゃってたと思うんですけど、その武器が一つですか？そうですね、その武器が一つです。それはもう狙っていたということですか、作戦的に？まあ、できたらいいなっていうレベルで考えてたんですけど、まあ、やりたいなっていうふうには自分の中で強く思ってて、それが出せた。前回の MMA 第一戦の時も飛びつきを狙って成功して、今回もじゃあ同じような感じで狙い通りでいう。そうですね、戦いの中ですごく冷静な自分が常にいるので、その中で狙った技をできているっていうのは本当にすごい自分としても成長してるなっていうふうに思うとすごい嬉しいです。実際、山本選手と肌を合わせていて、タックルだったりとか、どうですか？早いですね、やっぱさすがレスリングの世界王者だなっていう感じですね。ただ、MMA の世界王者の浜崎さんと練習してるので、そこはまだ大丈夫でした。上に乗られた時、蹴り上げで結構入ってたんですけど、あれはもう、やろうとは思うかな。とっさの判断です。まあ、これで MMA2 戦目なんですけど、またやりたいと思います。そうですね、もうここまでいった以上、次はやらなきゃいけないんだろうなっていうふうに思ってるんですけど、とりあえず11月11日、シードボクシングの試合があるので、そっちを頑張ってから考えます。他質問ある方いらっしゃいますか？はい。おめでとうございます。ありがとうございます。テレビもなんか一番最後だったみたいで。ね、いただきました。ちょっと試合前に懸念してたのは、山本美宇選手の圧がすごくて、自分の身体能力の高さとか、そのレスリングっていう多分競技人口の大きい、まあ、広い中で勝ち抜いてきたっていう、そういう圧を感じをプレッシャーとして感じたのかどうかっていうことがまず一つと、もう一つやっぱり自分が負けたら女子格闘技が、まあ、落ちてしまうじゃないですけど、評価が落ちてしまうっていうようなことも考えたのかなというふうに思ったんですが、それを二つ言いました。正直やっぱすごく圧というかそういうのがありましたね。でもやっぱ試合データがないっていうのが一番大きくて、どこまでやれるのか何をしてくるのか正直わからない状況で、で世界レスリングの世界王者、さすがに負けれないし、でも負けることもあり得る試合、そういう中で本当に自分の中で山本美宇さんをすごく大きい存在にしてしまって、まあ、緊張して、そうですね、緊張して結構辛い時もあったんですけど、でも全然もうそこは自分に勝つしかないので、日々の練習で、で自分が負けたらっていうのはあんまり考えてなくて、まあ、対戦することに意味があるというか、仮に私が負けてもそれはそれで盛り上がるかなっていうふうに思ったので、この対戦するカード、このカードに意味があると思って、でも絶対負けたくないっていう気持ちで挑みました。質問ある方いらっしゃいますか？大丈夫でしょうか？先ほどずっと冷静だったとおっしゃってましたけど、実際にこう落ち着いてこれがいけるなと感じたのは、そのどの瞬間だったでしょうか？例えば相手をタックルから立ち上がることができた時だったのか、それとも最初からですか？決定答えを感じた。打撃に関しては、あ、もうこれは完璧にいけるなっていうふうに思いますね。でタックル来られて取られたんですけど、
そこまでその抑え込みの力が思ってた以上ではなかったので、自分の中で大きくしてたものより下回ってたので、そこは冷静に対処できましたね。質問ある方いらっしゃいますか？大丈夫でしょうか？なければじゃあ最後に写真撮影をしていただきます。ありがとうございます。